ははいこんにちはレトスののです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます先日開講した短期集中実力アップ講座は明日5月20日までが最安値価格となっております短期講座では短期間で実力を上げる時短を目的とした講座となっています 実際、7月から卓研の勉強を始めて、一発合格した方も複数名いらっしゃいます。今はまだ5月です。今からでも勉強の仕方を変えることができれば、十分今年の合格も可能です。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。あなたの事故をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、そちらからぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 A が B に対して100万円の金銭債権を有し、B が A に対して100万円の動資の債権を有する場合について、A の債権が時効によって消滅した場合、A は B に対して総裁をすることができない、丸か×かという問題です。考えたい方は、動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えはえ、×ですねえ。総裁することができる場合もあります。 なので、誤りです。時効によって消滅した債権であっても、時効の完成前に、総裁適場であれば、債権者を総裁することができるんですね。まあ、このあたりは基本時効なんですけれども、丸暗記の方が多いです。しっかり理解しておかないと、本試験の応用問題で失点してしまいますので、しっかり理解しておきましょう。 で受講者様はテキストの P74 ページご覧くださいこのページに考え方が載ってますのでその考え方をちゃんと頭に入れていただければと思います理解学習が合格への道ですしっかり理解しておきましょうで問い2ですね A が借金の返済に充てるため自己所有の宅口を10区画に区画割りして 不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない、○か×かという問題です。これは×、えー、罰ですね。免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的。 これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば、目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、まどんなひっかけ問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。その解き方については、短期講座でお伝えいたします。で、え井さんです。 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届け出があった場合には、届け出をした者に対して、届出に係る行為に関し、設計の変更、その他の必要な措置を取ることを勧告することができる。マルかバツかという問題です。答えは、正しいですね。地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更や、 建物の建築などを行う場合え、着手する日の30日前までに市町村長に届け出が必要ですよね。そして届け出内容が地区計画に適合しないときは、市町村長は変更だったりとか、まあ、その他必要な措置を取るよう勧告することができます。まあ、よって正しいということですね。まあ、前半部分はまあこれまで勉強した内容で、まあ、後半部分についてはまあ少し考えてみたら当然だなって思いますよね。 届けれないなわけなのでまあそれほど難しい内容ではないと思いますそして初めにもお伝えをした通り先日開講した短期集中実話カップ講座は明日5月20日までが最安値価格となっております短期講座では短期間で実力を上げる時短を目的とした講座となっています実際7月から卓研の勉強を始めて一発合格した方も複数名いらっしゃいます今はまだ5月です 今からでも勉強の仕方を変えることができれば十分今年合格することが可能なので一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう短期講座のお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからぜひお申し込みくださいあなたの受講をお待ちしておりますレトスの小野でした